善通寺市のフランス料理店ル・ペイザンです。モニターツアーでやってきたのは外国人向けの旅行ガイドやアメリカやオーストラリアのインフルエンサーらの一行です。彼らが堪能しているのは精進フレンチです。こちらは季節の野菜や湯葉などで作られたオードブル。精進フレンチは肉や魚を使わず野菜や果物などを用いて作る日本の精進料理の技法を取り入れたフランス料理で、この店ではおよそ20年にわたり提供しているそうです。仏教やヒンドゥー教で食べることを禁じられているニラ、ニンニクなども使用していないということです。味もいいし、色だったりとか形だったりとかすごい面白いし、お肉とか食べれない方とかお魚食べれない方もたくさんいらっしゃるので、そこですごく喜ぶと思います。国はインバウンドの地方誘客や観光消費の拡大を進めています。善通寺市は今年10月から販売するツアーに精進フレンチを組み込み、ビーガンなど菜食主義の富裕層を取り込みたいとしています。続いて一行がやってきたのは74番札所高山寺です。これから体験するのは瞑想体験です。一行は本堂に入り住職から話を聞きます。姿勢を正し、呼吸を整え、静かに自分の心を満月に重ねるなどして宇宙の中に自分がいることを想像しながら時間を楽しみます。リラックス。気持ちいい。心が清まった気分です。このほか宿坊でお経を唱える体験やさぬき提灯作りなど10の体験コンテンツを用意しています。善通寺市は明日まで実施されるモニターツアーの感想を旅行プランに反映し、今年10月から販売する予定です。来年1月までの4ヶ月間でインバウンド客をメインに延べ275人の体験者の獲得を目指しています。善通寺の方は小浦市空海の誕生の地ということでですね、他の近隣市町では体験できないものだというふうに考えておりますので、そういう特色を持ってですね、強みとして売り出していけたらどうかなというふうに考えてございます。